サバミさんが負けたらいいんだ。欲しいもの全部入ってますからね、うん、めんつゆは、うん。ということで、ゲイさんパズルエピ無限飲酒編無限飲酒編始まりました。今日もよろしくお願いします。お願いします、はい、私が酒柱、酒柱のリュウジです。何も言えないです。エビ柱のトックンです。よろしくお願いします。酔ってないじゃん。いや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 、だいぶ来てますよ私。これホームビデオだから。ホームビデオゆうじさんの足取りがガチで血取り足。乾杯乾杯。ということで何するんだっけ。キツネのサバ味噌マヨピザ、私がやります。じゃあ作っていただきます。リュウジのバズレシピ。おつまみが欲しいです。おつまみ、あ、すぐ作ります。材料紹介します。サバ味噌缶、長ネギ、油揚げで、あと調味料は概要欄です。長ネギ4分の1っていうふうに伺ってるんですが、この長ネギはどう、小口切り、小口切りで、かしこまりました。でもまあ大体どんなんやっても大体うまくなった。小口切りで。わかりました。わかりました。あ、これ俺分かったわ。今ちょっと意識が取れました。大丈夫っすかこれ。いや大丈夫っす。実はこれリュウジさん演技っていうのを俺知ってますか。そしたらネギが小口切りできたのでこっちに入れます。油揚げは切らない。切らない。うん、あ、ピザの生地ってことですね。ピザ、うわめっちゃ、ちょっと自分飲酒いいですか。最高っす。怖っ。俺はまだいけるよ。俺はまだいける。いける人はまず立ってますから。半分入れて、汁ごとですよね。そう、汁みちる。すいません、ちょっと誘導尋問みたいになって半分入れました。はい、いただきますかね。オーケー。はい、イエイエイ、ウォーウォー、イエイエの後はウォーウォー、ウォー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 、乗せるだけでいいですか。乗せてください。乗せます。はい、これが何をしてるかっていうと、はい、これね、油揚げでね、ピザスタイルなんですよ。いい匂いするな。完璧じゃないですか。こんな感じでヨガですかね。でこれが油揚げを使うことによってなんと糖質が抑えられる。あー、なるほど。まず、じゃあちょっと銀色のスーパーになっていきます。いただきます。いただきます。二人きりなんですよ、結構たっぷりめですね、うん、だってビール飲むからね。こうなんかチーズが多いとこうサバとサバ味噌が負けちゃうような気もしますけど、結構これはたっぷりめにいいんですかね。なんかサバ味噌なんか負けたらいいんだ。まあまあ、食べたら分かるよ。これを焼くっていう。はい、焼きます。あ、わかりました。じゃあこれ何分で書いてあった。半分にしたわ。半分にした。はい。もういや出そうよ。出します。うわめっちゃでもね、出袋そこでネギを散らして、じゃあここネギ散らすじゃないですか。うわーすごい彩りも綺麗だし、画面の向こうに伝わらない、うんうん、伝わらないのが惜しいくらいいい香りしますね、このサバ味噌の。なんでなんでなんで。はい、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。酒飲みにはね、ちょっとね、もうちょっとパンチがあった方がいいです。めんつゆっていうのは甘みとうまみのバランスがすごくいいので、いやもうだって欲しいもの全部入ってますからね、うん、めんつゆは、うん、そうそう、一つなぎの材料です。ワンピースですね。よっごめんなさい、ちょっと僕もお酒入ってるんで許してください。誰今。ブルックです。あー、ブルックね。俺もまあそうだと思った。代表ピザが完成しました。全部無視するやん。取れてるジロー。取れてる
じゃあちょっといただいていただいていいですか。今日はゲストのとっくんきゅんきゅんです。さっききゅんです。きゅんこっちか。きゅんです。きゅんきゅんです。一口かじります。かじりすと。うまっ。どれどれ。うまっ。これはうまいね。サクサクですね。サクサクパンダ。これ美味しい。サバ味噌の和の味付けとマヨネーズがすごく合いますね。うますぎて。うまになったわね。うまになっちゃいました。パン粉かけたらさ、もうほぼ江戸天じゃね。うん、すいません、いただきます。うまい。うまー、美味しい。ブラックペッパーもいいかもしれない。うわ、どうぞどうぞ。うわー、めっちゃいい匂い。うん、うん、うまっ。ベーガーすんじゃいません。うん、油揚げのピザって美味しいですね。スマブラやろうぜ。やります。スマブラ、スマブラやろ。はい、ごちそうさまでした。はい、スマブラやろ。マンボウみたいな感じ。なにマンボウ。まん延防止。あのサンバのマンボウ。大丈夫っすか。ああ、スマブラやりて。スマブラめっちゃやりたいです。ああ、スマブラだったら俺あと本当にいけるわ。こっから全員単位持っていけるわ。マジ全員単位持っていけるわ。ちょっと僕もサバ味噌いいっすか。食べな。箸ここ、あ、箸ここね。かわいそう。これ、これ、七味かけた方がうまいよ。まあ、味噌は、味噌だ。多分ね、ネギもちょっと、ちょっとネギ、はい。あー、うまい、これは。これはうまいわ。これはうまいわ。サバ味噌塩。はい、いただきます。銀色のやつ。先生、パレ。え？ああ。金子さんの。金子さんだった。はい。スーパーになっていくわね。ガチスーパーになってますね。いやー、うまい。星野リュウジスーパーデラックス。カービィみたいに言ってる。すぐセーブ出た結果。それも分かる。ファミコンのやつ。そうそうそう。俺もすぐセーブ出た消える。本当に。あの記憶が飛ぶっていう意味ですね。100% だったら全部 0%。